ちょこっともうさてサタデーですゲストは総実総研のチーフエコノミスト吉崎さんですよろしくお願いしますあの会社の名前見てもわかるように、はい、商社なので、はい、吉崎さんにはいつもの貿易の話をねし、はい、ていただいてて本当に先月ニュースになりましたが、うん、あの8月の貿易赤字が過去最大、うん、これ案外すごいことなんですよね、うん、いやもう2.8兆円っていうからそれって月ですか年間じゃなくて っていう感感覚ななんんですよ、ね、そじちょっとグラフを見ていただくとこ、はいえっと、この12年ぐらいを出してみましたけれども、うん、今言っていただいたのはだからこれで輸入がこんだけで輸出がこんだけだから差額としてはマイナス2.8、うんはい、兆円なんです輸出の今の足元の8兆円って悪くないんですよ。 結構、上げトレンドでしょ、うん、まあこれ、円安のおかげもあるんだけど、はいはい、ただ、輸入の伸びがとにかくもうどうしようもなくて、えー、10.8兆円、うんえー、差し引き、マイナス2.8兆円なんですけど、これ、史上最悪で、うんえー、2014年の1月にあの1回、2.7兆円っていうのがあるんですけど、これはよくある異常値、あのアウトライヤーっていうやつで。 1>, あの1月って、旧正月があったりするんで、体中輸出がガクッと減ったりして、はい、あ 1>, まあ1月の赤字って大きくなりやすいんでまあ、うん、でそれと比べると、今回って明らかにもトレンドで悪くなってるんでん、こりゃ相当、今年の年間の赤字ってでかいぞってことですね,ですね。 トレンド的にもまだまだ続くこの,赤字がああの来週は9月の分が出ますけれども、ね、多分相当悪いいと思いますでこの表を見てちょっと思うのはここ案外、数年にわたって赤字が続いているという状況であの、まあ、2000、あの震災の後ですよねあ<ー>あの原発が全部止まってあ、ね、まあ当時としては大量の LNG を買わされた時期。うん だったんですけれどもまだ当時はあの割と円高も残ってたんで、うん、えそこまでみんな騒がなかったんですが価、ね、が続いててもそんなに騒がなかったので、えー、今は円安だし、はい、量もこんなだしっていう話になってるんですけれども、うんうん、じゃあ特にその輸入の方にフォーカスしてみると、はい、輸入しているものとか変化があるからこうなっちゃってるのみたいなそのいろんな変化を見てみたいんですけど。 一発で出すとこういう感じで、うん、2020年と22年 2>,、うん、2年しか違わないんですけど、うん、この2年にいいろろ変わってんですね、ええまあ、今年22年の上半期の実績があるんでそれを単純に2倍するとこうなりますよっていう数字があるに並べたんですけど、うん、ちょっとすすごいですよね <laughs> あの原油 LNG っていうのは変わらないんですけど、ええ、まずこの額が全然違うでしょねここにいた石炭がなんと3位にジャンプアップっていう。うん 石炭の上がり方が一番極端なんですよね。これやっぱり世界的なエネルギー問題。まあやっぱりウクライナの問題を反映しているわけですけど、あの実はそれだけじゃなくて、はい、あのそれ以外の製品輸入も増えてるんですよね。うん、あの医薬品なんかはですね、まあこれワクチンを今入ってることもあるんですけれども、<ー>えー、それ以外の通信機とか、えー、半導体と電子部品とかも。 みんんな上がってんですよね,ねこれもちろん額はさっきおっしゃってた円安の部分もあるけれども、ねね、量,量も増えてるそう,で,うですねあの原油とか LSG は量が増えてない、うん、もうこの,この国あの人口も減ってるくらいなんで、えー、来年は何倍必要みたいなこともないんですけどじゃあほぼほぼ円安の部分は、まあ、単価が上がってでここの製品のところは、うん、日本は本当は、うん 製品なんかは輸出すする国だったわけですよね、うん、あの中学校の社会科の授業で、えー、原料を輸入して製品を輸出する加工貿易の国だっいうふう教わったんですけれども多分かなりそうでなくなりつつあって製品輸入も増えてるんで、うんえー、そこにこの,、まああの鉱物性燃料の、えー、価格がドーンと上がったのがきて、えー、今とんでもない赤字が出てる。 こ,ですね、この製品輸入が多くなるというのも、うん、一時的というよりは構造的な変化そうだと思いますね、ワクチンの輸入はそのうちともあの不要になるかもしれないんですけれども、やっぱり抗がん剤とかの、えー、金額が大きいというふうに聞いてますんで、そうするとやっぱりこの少子高齢化のトレンドを考えると、なかなか減らないと思いますね。うん 円安が進んでるから額も大きくなるんですけど、うん、額が大きくなって貿易赤字が増えればそれはまた円安要因い、はい、実需の円売りね。なるので,、えー、でそのトレンドが、うん、続くかもしれない、ね、そうなんです、まあ、ですから今やっぱり円安っていうとすぐその日米金利差拡大の話をばっかりしちゃうんですけれども、うん、もっと足元でできることから始めた方がいいんじゃないですか。 っていうのを、えー、強調ポイント金融政策だけとかじゃなくてその構造的に変わってるんだったら、うん、そこをなんとなくこう社会の仕組みとかいろんなことを変えて、うん、少しでも悪い影響を緩和するっていうことを、うん、今こそ考えていかなきゃいけないんじゃないかっていうお話でした。